橋本さんはその変わった選手だなと思ってたんですよ。空手着を着てるのに関節技がうまいんですよね。この試合の前ぐらいの時の軽道場の試合見に行きましてね、もうますます素晴らしくなってたんで、実はそのこの2人はタッグチャンピオンじゃないですか、軽道場で、まあ、筑前亮太さんに、真下さんとタッグでっていう話だったんですけど、ぜひこのタッグチャンピオン同士を出してくれっていうことだったんで、で一応筑前さんの推薦もありましたし、僕も真下さんを見たかったし、出てもらいました。対戦相手はやはり奥の深いその石川さんと、まあ、前回ベストバウトした伊藤さんが、そういう人たちとおそらく軽道場では絡んだこともないと思うんです。プロレスらしい人とかやってることがないと思うんですよね。だからそれは格闘技色の強いこの2人とやってどういう化学反応を起こすかっていうのが見てみたかったっていうのがありましたから。第6試合タッグマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー180センチ83キログラムチームアライアンス伊藤博之、高坂剛率いるチームアライアンスの未来です。伊藤博之178センチ110キログラム、格闘探偵団バトラーズ石川ビッグマウスラウド連続参戦の石川祐希、何を見せるか。続きまして赤コーナー海援隊道場ストロンゲスト K タッグマッチチャンピオン金納刀185センチ100キログラム、海援隊道場カズーマー、金納刀とコールがありました。カズマです。同じく赤コーナー182センチ95キログラム、海援隊道場マシモケンゴ、この男がマシモケンゴです。レフリージャッジ、さあ異色の顔合わせ、楽しみなタッグマッチになりました。柴田さん、はい、まずこの4人のファイターですね、リング上に上がりました、はい、印象から聞かせてください。いや、バトラーズと軽道場ですか、はい、伊藤君はチームアライアンス、はい、はい、やっぱりそれぞれの団体にですね、いろんなこう原石というかですね、はい、楽しみな選手がいっぱいいるってことが、ね、改めて分かりましたね。あ、そうですね、はい、先ほど行われました第2試合でも新たな選手たちが、まあ、これいい戦いを見せてくれたわけなんですが、はい、ここ真下健吾和真にとっては特に、はい、これチャンスと言えるでしょうね、この戦いは。軽道場はね、ちょっと異質な戦いをしているのかというふうに印象があるんですけれども、今日ね、どんなファイトを見せてくれるのかね。そうですね、はい、先発はカズマになります。いや、後方からものすごい蹴り、それを打ち放っていったのがマシモ。気持ちの上で絶対負けたくはないという思い、もちろん2人ともあるようですからね、はい、そこでまずアピールがこの最初のシーンでありました。逆水平の打ち合い、石川祐希、さあこちらは燃える情念という異名を取っています。ハートでは負けません、はい、もちろんですね。で、軽道場もね、高見千之選手がリードしてますからね、はい、プロレス大賞技能賞に輝きましたけれども、はい、いろんなリングでね、いろんなスタイルで、はい、もちろんファイトだけじゃなくて口でもね、リードしてますけれども、はい、そうですね、全日本プロレスの戦いは、はい、とてもファンを楽しませてくれました、はい、まあ、その高見千之選手が引っ張っている軽道場の選手ということですからね、はい、いろんなスタイルをこなせるんじゃないでしょうかね。そしてそのタッグの王者になりますね、はい、金納刀、カズマとマシモ、リング上はマシモです。この面構え、いい選手ですね、やっぱり、はい、昨年の5月には同じ後楽園ホールでですね、新日本プロレスに初参戦、はい、ヒートの IWGP ジュニアヘビー級タイトルにも挑戦しています、はい、その時もやっぱり打撃が鋭いなという印象があったんですが、なんか蹴りはなかなかのもの、なかなか整った顔してますよね。そうですね、はい、これ場内の女性ファンからも健吾という声も飛んでいますね、はい、今腕を絡んで首からさあくるりと回転する
後方に回っているのはマシモ・ケンゴ。ここから足を決めていくのが石川祐希。さあ石川にとっても今年は大きな動きのあった年でした。やっぱりバトラーズ復活というのが大きいですか。はい、彼がね、あの全てをかけたね、はい、団体ですよね。手塩にかけて団体を、選手たちを、そして自らをプロデュースしていく立場でもあります石川祐希から、タッチを受けたのが伊藤博之。さあこちらの選手なんですが、はい、柴田さん、どんな風に見てますか。あの格闘スタイルから入ってる人ですよね、はい、格闘スタイル入ってる選手なんで、はい、どういう技を見せてくれるのかね、はい、前回のビッグマウスラウド旗揚げ戦では力プロの石井智弘と対戦しました。はい、いやものすごい打撃戦、そして決め合い、逆エビ固めで敗れたものの、伊藤博之、ここにありという姿を見せつけました。いろんな団体に出ててですね、はい、アピールしててほしいですよね、こういう選手なんかね、自分を出してですね、はい、今年は新日本プロレスのヤングライオン杯にも出場したんですね、はいはい、そこでは外部選手としては初めて準優勝快挙を成し遂げました。ドーム大会にも出場できたのは大きな経験でしょうね、はい、場外へ突き落としていくカズマ。チェックしていけよとレフェリーを使っていくようにしましたカズマです。場外では増本伊藤、鉄柱へ、いや違う、柵まで思いっきり打ちつけていきました。これラフファイトももうお手の物のようですねこの青コーナーの2人は。いや、軽道コーナーですね、軽道場やっぱりそういうのは得意でしょうね、高選手がですからね、そこまで教わっていますね、はい、コーナーポストへ伊藤を叩きつけていきます。逆に伊藤の方からしますと、こうしたラフファイトちょっと厄介かもしれませんね、はい、この蹴りです。伊藤にはこれがあります。リングスでの戦いが基礎を成している伊藤、それに対してコーナーで逆水平エルボー返していきます、うん、共に打ち合いになっている。こうした気合と気合のぶつかり合いになってきますね、やっぱり、はい、いや場内これに沸いています。右のミドルキック伊藤、そして右膝、前回の石井戦でもこの膝アピールがありました。いやいや体勢を、体勢が崩れたようになりましたが、上を取っている伊藤です。ここからギリギリゴシゴシと上腕部をこすりつけていく。5分経過。さあ試合は5分経過ここまでの展開、柴田さん、タッチワークという点ではどうですか。そんな、まあ、ゴールとゴールじゃないですかね。あ、違いはないですか、ただ火炎太郎がそのうちね、はい、本性を出してきそうな気がしますね。そうですね、はい、カズマとマシモのタッグで火炎太移動場のタッグ王座を保持しています。ストロンゲスト K タッグ、対するはバトラーズ石川とチームアライアンスの伊藤。いや、ものすごいミドルキックです。2人のファイトスタイル、赤コーナーという点では石川と伊藤、はい、どうです、やっぱりこれも噛み合いますか、2人のチーム。どうなんですかね、大丈夫でしょうね、まあ、石川選手もね、得意ですからね。バックドロップ岩石落としを見せつけていった。カウントはカウント2つ、カウント2です。ああ張っていきました。エルボーの打ち合い、言ってみれば大先輩に当たるわけですね、石川祐希。でも遠慮しませんよね、はい、全く遠慮ない。カズマの打撃です。カズマちょっと口の中切りましたからね。あ、そうですね、出血があります。そしてボディスラム、ロープに飛んでギロチンドロップ、滞空時間を少なくしていきました。おお、これを掴んでいた。いや、柴田さん、この辺りは流れるようにいきましたね、はい、石川選手の得意とするところですよね、
サイドからのヘッドロック、グラウンドの状態、ロープが近いが絞り上げる石川です。さあここから、体当たりをかましていったカズマです。タッチワーク、マシモにタッチ、顔面蹴り上げていきます。前蹴りの要領になっているが、ああ柴田さん、これには石川怒りましたね。石川選手の胸板も真っ赤になってますよね。耳垂れになってますよね。もうそうですね、はい、紫色になっています。ヘッドバット、このあたりは一撃で流れを変える強さを持っています石川祐希。おお、笑顔を見せて石川、エルボーの打ち合いです。フロントの状態から首周りを締め付けていく、膝で脱出して右のハイキック、これがマシモ流に言うと刀という技になります。切れ味ありましたね、確かにね、まさに切りましたね、はい、真剣と書いて刀と読みます、このハイキック。さらにミドルハイ、ダウンのカウントを奪っています。立てるか立てるか、石川祐希、バトラーズの名手に対して真下健吾、これは掴んだ、さらにかわして脇固め、脇固め捉えています。カットに入っているカズマ、前方回転している真下、今度はリング中央、締め上げる真下に対して、さあこれだ、決まったか決まったか、どうだ柴田さん、これ腕と、はい、首のあたりですか、締め上げていますね、はい、石川複合のストレッチになっています。なんとか回転してロープブレイク、真下健吾です。27歳、真下、リング下はカズマ23歳。さあ伊藤博之を鉄柵に打ちつけています。リング上は、あーこれだ、石川祐希の得意のパターン、万事固め、苦しい表情はマシモです。場外からなんとか間に合ったカズマ。このあたりは柴田さん、やっぱりリング上の動きもしっかりカズマの方は見ていましたね。やっぱりあの常に組んでまるチームですからね、はい、さあそして柴田さん、このアームブリーカーですよ。この期待心でよくやってましたよね。そうですね、はい、あれを腕を折ったと言われるシーン、はい、いや伝説にもなっています。重いミドルだ、もう一発、さらにいきます。マシモの公表体重90キロと発表されています。伊藤は100キロなんですね、はい、10キロ差がこうした打撃にはウエイトが出ますね。伊藤選手ね、ちょっと伸び悩んでるのかなと思ったけど、そんなことないですね。あ、そうですか、はい、このビッグマウスラウドの戦い、自身に刺激にしてくれれば、はい、さらにこれは伸びてくる選手ですね、はい、共に意地の張り合いになっているか。ポイントをずらした伊藤、この辺りの駆け引きも、ローハイミドルとね、コンビネーション良かったんですけど、はい、ました。投げっぱなしのジャーマンスープレックス、タフです、タフです。さあどうだ、ハイキック、掴んでいる、掴んでいます。裏アキレス固めか、あこれもロープエスケープ、速い動きを見せました真下健吾。あやっぱり蹴り技得意な相手に対しましてですね、柴田さん、はい、右足得意の蹴りを封じようと、はい、足関節技に来ましたね。一点集中がいいですね、やっぱりね。そのあたり伊藤は一貫したものがありますね、はい、カットに入ります。ラリアット打ちかましていったカズマ、伊藤に対しても伊藤がかわして左ハイキック。さあしかし試合の権利があるのは真下と伊藤です。ローキック、重い一発一発、右ロー、マシモがここからどう切り返して盛り返してくるのか。これ柴田さん、あまりローキック食らうようですとまずいですね、マシモ。ただ今ハイキック、
キックよく見てましたね。そうですね、はい、刀を繰り出しました。膝をついた状態の伊藤に対し気合を入れてもう一発トラスキック、一つ蹴りを、おー顔面蹴り、柴田さん、いや危ない角度で今伊藤の顔面を捉えました、はい、ダメージ、あでも大丈夫かな、大丈夫なようですね。いやしかしこれは意識朦朧という状態じゃないでしょうか。伊藤博之に対して来いよと一声、うわーこれは殴っていく、平手の張り合い、柴田さん何かこう殺伐とした戦いなんですねこれは。驚きました、バックドロップ、思い切って打ちつけていった、金髪をなびかせながら綺麗な弧を描きました、マシモのバックドロップです。そしてさあ肩上げていった、ここだ、得意の垂直落下式ブレンバスターフィニッシュウォールド、決まった、カウント3、マシモ健吾、伊藤博之からゴールを奪っています。勝者は真下和真組。